こんにちは。持って生まれた才能と運でビジネスを流れるように成功するためのアドバイスをさせていただいてます。四柱推命講師の田中優子です。よろしくお願いします。今日は30代男性起業家さん A さんの事例をご紹介させていただきたいと思います。 A さんのA さんのご相談は、最近すごい疲れてる気がすると。で、なんか寝るのもすごく長時間欲するような気がして、このままだとビジネス拡大にも影響出るし、どうしたらいいかっていうご相談だったんですけれども、それについて四柱推命からこのようなアドバイスさせていただいたっていう事例を今日はご紹介したいと思います。で、まず最初にこのような内容の時に、持って生まれた資質っていうのがあるんですよね。で、それがバランスが悪いとそこを改善した方がまずいので、そこのバランスを見させていただいたんですけれども、どこで見るかっていうと、ここの監視っていう列、ここを見させていただくんですけども、でここに水とか木とかあるんですが、これは、東洋医学的に木火土金水っていう5行に分けられるんですけども、この5行を見るとどこが偏ってて、どこがバランスが悪くって、だから、持って生まれた資質としてこういうところが悪いからこんなアドバイスみたいなことができるんですけれども、A さんの場合、実はここのバランスがものすごく良くてですね、持って生まれた資質としてはとっても健康体だったんです。なので、こういう持って生まれた資質としては健康体、小さい頃大きな病気もやっぱ何もしなくてとっても健康だったそうなんですよ。の場合は逆にストレスか環境要因の方が大きいんです。なので、どんなストレスがかかってしまっているのかで、環境要因があるならどんな環境要因なのかということを探させていただきました。で、まず最初に次に見てみたのが、この陰っていう知性の星を持ってるかどうかだったんですけども、こちらに持ってまして、偏陰っていう星を持ってるのと、あとちょっとここには書いてないんですけども、第二宿命っていうところに陰樹っていう陰性が入ってまして、このような星を持っている人たちの特徴というのではですね、陰なので知性の星なので、頭をよく使う思考型の方が多いんですよね。なのでちょっとそこをお聞きしたら、実はいつも考え事をしていて、考えから離れるためにテレビを見たりとか YouTube を聞いたりとかしてるっていうことで、結構この手のご相談多いんですよ。考えを止めるためにテレビ流してたりとか音楽聴いたりするって方多くって、それって結構情報をさらに詰め込んでしまうので疲れてしまうんですよね。体も硬くなってきますし、頭もガチガチになっちゃうので、そこはかなり緩める対処方法をした方がいいんです。で、私がおすすめしているのはマインドフルネス瞑想っていう瞑想なんですけども、マインドフルネス瞑想はいろんな手法があるんですが、私はもともと瞑想とっても苦手だったんですよ。思考型で数を数える瞑想とかね、音楽を聴く瞑想とかあるんですけど、それでもずっと思考が流れた私でもできた瞑想をご紹介させていただきたいと思うんですけど、そのマインドフルネス瞑想の手法は、まず最初に楽な姿勢で座っていただいて、でその後に目を閉じても開けててもいいんですが、耳を澄ましてもらうんですね。音楽とかある程度意図のある音ではなく、何も意図のない自然な音を聞いてもらうんです。そうするとちょっとあんまり情報過多ではない音が聞こえてくると、少し心が静かになってくるんですよね。そうすると今度次にやっていただくのが、頭の上にフラフープの輪があるような感じで想像してみてもらって、上から順番にこうずっとその輪が通ったところの体の状態がどんな感じなのかっていうのをただ見てもらうんですね。例えば頭の辺だったら、頭が今ごちゃごちゃしてるなって見てもらうんです。で、普段だとここで頭がごちゃごちゃしてるから何とかしなきゃみたいな感じになると思考の方に入ってしまうので、またずっと続きが出てきちゃうので、あ、頭が今ごちゃごちゃしてるんだな、目が疲れてるんだな、なんか肩凝ってるんだなってただ気づいてあげるっていうのをやっていくだけで、かなり思考が離れるんですよね。こう見るとか、ただ見るとか感じるって考えることと一緒にはできないんですよ。なので、そうやって自分の思考と離れていただくっていうことをやっていただくんですけども、A さんに瞑想させていただいた時におっしゃっていただいたのが、かなり
思考から離れましたと、考えてなくてリラックスできましたっていう話だったんですけども、今私自身もちょっとそうなんですけど、この瞑想をするだけで声のトーンが低くなったりとか、ゆっくり焦らずに喋ることができるようになったりします。なので、すごくおすすめ、自分のテンポで生きられるようになるのですごくおすすめなんですけれども、Google とかでも今はマインドフルネス瞑想を活用していて、瞑想ルームっていうのを持ってるんですけども、やっぱそれは思考型であると新しいものが生まれにくい、うまく回らないっていうことが分かってるからなんですよね。で、我々はどうしても考えるとうまくいくって思いがちなんですけど、ほとんどの場合は考える時と考えない時をしっかり分けることがすごく大切です。で、考えてる時間は多分今の半分くらいか3分の1くらいの方がうまくいく感じですので、ちょっとこのマインドフルネス瞑想っていうのはいずれ動画か音声で作りたいと思ってるんですけども、習慣化していただきたいと思っております。はい、では次に、もう一つ着目したのがこの水の音と土の音と、あと財政もそうなんですけど、この、水の音、土の音、財政とあと変化も実は同じ傾向があるんですけど、この4つの星、財政っていうのはここにあるの星座ですね。ここの4つの星の特徴は、人が大好きっていうことなんですよね。で、特にこの水の音と土の音っていうのはここに書いてある通りマイナス監視なんですけれども、マイナスの、監視の特徴は、ここの監視ってね、その人の持って生まれた本質の部分なんですけれども、その特徴は、女性性が強いってことなんですね。こっちのプラスが男性性で、こっちが女性性です。で、女性性が強いとどういう感じかっていうと、エネルギーが広がるんですよね、自分よりも。だから溢れる感じなんですけど、人がいると意識しすぎて溢れちゃって自分が枯渇しちゃうんですよ。なので、A さんにお聞きしたらやっぱりそういう感じらしくって、目の前にまだ誰かがいれば、その人のことを直接感じ取れるんだけど、オンラインだと様子を伺うことがやっぱちょっと対面よりも弱くなるので、すごく感じ取ろうとしてしまうそこがプラス監視の人にあんまりないんですよ。マイナス監視さんの特に、人が大好きで秘書星とも言われているこの水の音と土の音さんの特徴だなと思うんですけども、感じ取ろうとしすぎて疲れてしまう、疲弊してしまう、自分が枯渇してしまうっていう特徴がありますので、もしその状態が続くようだったら、なんかオンラインの回数を減らすとかね、できる範囲でなので、なんかちょっと工夫を、なんか人でエネルギーが漏れてるってところなんですよ、を工夫していただきたいなと思いました。で、財星、財政、政財と偏財はどんな感じかっていうと、人のことが好きすぎて、人に気を使いすぎてしまううっかり。そうすると人に気を使ってるから自分が後回しになったり、自分のことが分からなくなったりもやっぱりしやすいので、そのような感じでちょっと人疲れをしてるんではないかということを疑ってもらいたいと思います。で、疲れてるなという自覚があるようでしたら、ちょっと回数を減らすとか方法を変えるとか何かされていただくといいと思います。そしてもう一つお伝えしたのが運気なんですよね。どうしてもビジネスマンの方って運気というかビジネスの成果、売上を右肩上がりにしたくなる今年これだけだったから来年は 20% アップみたいな感じにしたくなりがちなんですけれども、運気って右肩上がりじゃないんですよ。これ運気の波なんですけども、下がったり上がったり下がったり上がったり下がったりっていうのを繰り返していって、こう徐々に上がっていく感じなんですよね。なので、運気ってどういうことかっていうと、気を運ぶ、気が運ばれるので、少ないっていうことは運ばれてくる気が少ないと思ってください。で、多いところは運ばれてくる気が多い、だから、空気だったり元気だったりが多くて少ないですよ。だから少ないと予測できるんだったら少ないなりの対応をしていただきたいと思うんですね。で、このグラフを見せて、このグラフでこう感じ取っていただいた時におっしゃっていただいたことは、僕はいつもこの11月12月あたりで大きな仕事を抱えてましたと。で、最も
気が薄いんですよね、ここで。だからすごくいつも1月とかくたびれてしまって、なんかあまりいい状態ではなかった。この一番エネルギーが少ないところで頑張ってる、そういう状態が起きますよね。なので、ここはもう仕上げだけにする、もしどうしてもお仕事する必要性があるなら仕上げだけにするとか、ここで分割できるものがあるんだったら8月でもやってみる、2分割、同じ量ここでやらないとか、何か工夫をされるといいです。そうするともっと楽に、ここでも成果を出しながらこっちでも成果を作ることができるようになるので、そうされてみたらいかがかなというご提案をさせていただきました。で、あともう一つ持って生まれた才能を生かすっていうことでアドバイスさせていただいたのが、この秒帝王木浴って、超有名人と同じなんですよね。実はちょっとここがね逆転してるんですけども、その方は福山雅治さんで、福山雅治さんは、帝王、豪財帝王秒木浴なんですよね。で、どういう、この十二星っていうの人の印象を与えるところなんですけど、どういう印象かっていうと、セクシーな色気、ここ同じところに、俳優の斉藤匠さんも入ってるんですけども、だからなんか別にこうセクシーであろうと多分斉藤匠さんも最初からしなかったと思うんですよね。だけどなんかセクシーさがある、なんかなんだろう、清潔感のあるセクシーさんですよね。なんかギドギドしない感じとか、やっぱりなんかこう王様的な、なんか目立つものを持っている。で、ビョーってやっぱりアーティスティックなんですよね。なんかその人にはしかないなんか独特な雰囲気を持ちだと思うんで、そういうところも出されていったらいいなということをアドバイスさせていただきました。持ってらっしゃるんで意識すれば出るんですよね。で、あともう一つ、水のとって自然界のエネルギーでいくと雨なんですよね。なのですごく艶やかな色気なので、結構乾燥されるっておっしゃったんで、乾燥結構水のとさん運気下がるんですよ。湿気大事なので、潤い大事なので、潤いを大切にして、お洋服とかもちょっとこう男性的な色気のあるお洋服とかされるとお似合いになると思いますので、そのようなアドバイスさせていただきました。結構やっぱり見た目9割っていうのでね、そういうところからも変えていくと、ご自身をすごく持って生まれたもの、才能なので、そこの部分も生かして魅力が出していけると思うので、そんなこともご活用されていただきたいと思います。で、こちらの A さんには1ヶ月後にまたご報告をいただくので、その時どんな風に変化をしたのかまたお伝えさせていただきたいと思います。今日はありがとうございました。